大丈夫か？はい。具合が悪いのか？いえ、もう大丈夫です。高い建物を見上げたりすると、時々こんな風になってしまうことが。今日はやめておくか。いえ、その、できれば、一緒に来ていただきたいんです。わかった。それに関しては、松沢に任せる。ありがとうございます。なら、そろそろ立ち上がってもらえるか。あの、ごめんなさい。その、重いのに。いや、重くはないんだが。少ないが人も通る。何人かに不思議そうに見られていた。もし、無理そうなら。はい、立てます。捕まっているといい。はい。ありがとうございます。いや、大したことじゃない。先輩はいつも。では、行きましょうか。一人では行けそうにないから、先輩と一緒にいられる今のうちに。松沢さえ来たければいつでも構わない。大丈夫です。先輩さえいてくれれば。大丈夫か？大丈夫だと思います。それで、何か思い出せそうか？少しだけ。Thank you.
くここに来てたのに、空が好きだったはずなのに。近づくと危険だ。さっきみたいに倒れそうになったりしたら。いえ、大丈夫です。思い出しました。私、小学生の頃にここから落ちそうになったんです。そうだったのか。それでもう怖くはないのか。いえ、まだ少し。うち一緒にでも来ようか。はい。今日は特に冷える。そろそろ戻ろう。でもちょっと待ってください。それは構わないが、どうかしたのか。もう少しここにいたいんです。ああ、いくらでも好きなだけ付き合う。ありがとうございます。
それにしても。怪我はしなかったんだな。そんな話は聞いたことがないから。いえ、怪我はしました。外すと左目はほとんど見えなくなっちゃうんです。そこの壁にぶつけてしまってひどい乱視になってしまったんです。そうだったのか。転んだのか。いえ、こうして手を伸ばして。伸ばして。おかしい、手なんて伸ばすはずないのに。壁を掴もうとしたんじゃないのか。違う、壁を掴んでいたのは左手だったんです。そして右手を伸ばして。どうした、大丈夫か。違う、何かがおかしい。だってそれなら私が。今の私でいる理由にならない。どういう意味だ。私が信仰を捨てた理由にはならないんです。信仰を捨てた。いえ、何でもありません。松沢。ごめんなさい。私にもよくわからないんです。もう少しここにいさせてください。ああ。ごめんなさい。どうかしたか。いえ、長い時間変なことに付き合わせてしまって。いや、大丈夫だ。少しでも思い出せてよかったじゃないか。俺でいいのなら何度でも付き合う。ありがとうございます。では行きましょうか。
そうだな。どうかしたのか？どうかしたのか？いえ、何でもありません。少し飲み物でも飲んでからにするか。どうしてですか？もう少しこの場所にいたいんだろ？そういうわけじゃ。少し待っててくれ。はい。Thank you.
お茶とコーヒー、好きな方。ありがとうございます。松沢！誰かがいます。いや、考えすぎか。ごめんなさい。ちょっと見てきます。できれば注意もしてきます。一緒に行こう。ごめんなさい、急ぎますから。それに私なら大丈夫です。Thank you.
危ない！